2017年スーパーフォーミュラチャンピオンの石浦博明です。2015年にチャンピオンを取った時は、ディフェンディングチャンピオンとして2連覇ができなかったので、今シーズンは、ゼッケン1番を守り抜くように、頑張って2連覇にトライしたいと思います。僕にとってツインリングモテギは、F3 で初めて優勝したサーキットであり、それからスーパーフォーミュラに復帰してからですね、2位、1位、3位ぐらいな感じでこうずっといい成績をキープしているので、昨年は4位だったんですけど、それでも全部4位以内に入っているという、全サーキットの中で一番成績がいい、僕にとって縁起のいいサーキットなので、今年も楽しみにしています。